ラジオネーム、キイチゴさんから頂きました。ありがとうございます。第23話、轟翔とオリジン、最高でした。2人の戦い、熱かったです。ボロボロの出久が動けなくなった、弓の代わりに口を使ってでも戦い続ける姿に胸を打たれました。轟くんの右半身の氷が、出久のパンチの衝撃で砕け散る様子が、彼の心を表しているようで、切なくて、綺麗だと思いました。そして出久が轟くんに言った「君の力じゃないか」という言葉、オールマイトの「私が来た」というセリフ、お母さんの「なりたい自分になっていいんだよ」という言葉、涙が出ました。出久の熱い思いと余計なお世話、あの瞬間、出久は轟くんにとってのヒーローであったと思います。試合の序盤に轟くんが言った「ありがとう」と最後の「ありがとう」の意味の違いに胸が熱くなります。見終わった後は思わず、「ショート、かっこいいヒーローになれよ」って思いました。熱いメール。いや、もうメールからもう熱っ。メールがすごい。超見てくださってますね。ありがたいですね。